皆さんこんにちは私のチャンネルへようこそ9月19日ハイハイジェッツ高橋優斗の STARTO エンターテインメント対処報道にとあるグループに非難が集まる事態が起きている写真あり高橋の対処を報告する文章高橋は10月1日をもって STARTO 社を対処する同日 更新された STARTO 社の公式サイトによると昨年、高橋本人から事務所を退所しこれまで学んできた経験を糧に新たなフィールドで人生をかけた大きな挑戦をしていきたいと将来についての相談がありましたと昨年から退所について高橋本人から話があったことを明かしその後も高橋本人 ジェッツメンバー会社間で話し合いを続けた末、本人の意向を尊重し、新たな道へ高橋を送り出すという結論に至りました。弊社としましても、高橋優斗自身が選択した環境で今後活動できることが最も大切なことだと考えております。と、退所の意思を事務所として受け入れたことを報告した。高橋さんは、小ジャニー北川氏が最後に可愛がった一人だったようで、 同志の葬儀の際にはジュニアを代表して弔辞を読んだほどです。HiHiJets ハイハイは今年の10月で結成9周年を迎え、デビューは果たしていないものの、2年連続でアリーナツアーを行うなどの人気グループで、そのグループでセンターを務める高橋さんの人気は高く、X では大賞を惜しむ声であふれています。芸能記者高橋ののと合わせててなぜか批判がが集まっているのが 同じく START 用社に所属し2024年4月にセクシーゾーンから改名したタイムルズツだ。X では高橋優斗は絶対デビューするべきアイドルだったタイムルズツの3人が悪いわけじゃないけどもこうなってくるとなんで実力も才能もあるキラキラアイドルが対象でよくわからない一般人がデビューできるのって考えちゃう。 高橋優斗はデビューできないまま対いなのにタイムルズツには一般人が入ってきて急にデビュー意味わかんねえ高橋優斗が対処してタイムルズツには一般人が入ってデビューしたらジャニーズの歴史がどんどん壊れてゆくタイムルズツは現在新メンバーオーディションを行っているんですよ応募は5月から開始され現在ネットフリックスでオーディションのドキュメンタリー番組が放送されています 新メンバー候補の中には、元ジュニア出身の方もいましたが、ほとんどは一般人。高橋さんや HiHiJets ハイハイを応援していた一部のファンは、デビューを夢見て8年間、ジュニアとして活動してきた高橋さんが志半ばで退所し、一般人が突然タイムルズツの一員としてデビューできることに、不満を持っているということですね、どう前。どのグループに、いつ所属するか。実力だけではどうにもならない。 残酷な芸能界の一側面だどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう